茨城県立沢高等学校は茨城県ひたちなか市稲田に所在する公立の高等学校。通称は沢高。1985年に地元勝田市の要望によって開校した。全日制普通科であり、1学年あたり6学級、計18学級で構成されている。2年新旧時には文系コースと理系コースに分かれる。高校の所在地である 日立中市からの生徒が比較的多いが、近隣の東海村や中市、三戸市、日立市、笠間市から通学する生徒もかなり多い。君の心に聞けというユニークな校訓のもと、心の教育や福祉教育にも力を入れており、全校生徒対象にボランティア体験や介護体験なども毎年実施されている。なお、沢高校には生徒が考えた、 ザットリュースイズ・オールウェイズ・イン・ユア・マインドという英語版校訓も存在する。ホームルーム活動では近隣の笠松運動公園を利用してアイススケート体験なども行う。運動部、文化部ともに活発に活動しており、60から70%の生徒が部活動に加入している。部活動の立ち上げは比較的良いであり、近年ではスケート部やウクレレ同好会の立ち上げが見られた。 また、沢高校は吹奏楽部がとても有名であり、その他に、弓道、陸上、卓球、写真などが県大会で上位入賞するほか、県代表として活躍する部活動も多い、運動部分科部、ありがとうございます。